ゲ石和樹カヒルカフェは2017年10月2日から2020年9月25日まで東海ラジオで平日の午後に放送されていた生ワイド番組、同局アナウンサーゲ石和樹カの冠番組であった。2004年4月から2010年3月まで微味時間に出演していた源のイが平日のランチタイムで7年6ヶ月ぶりにパーソナリティを担当。 カフェでくつろぐというイメージの下で、なごやかで軽やかなひとときを提供しながら、幅広い世代が、ワクワクするような、もの、ことを伝えていた。源の石の担当番組では、番組の冒頭で、放送回数を必ず伝えているが、当番組では、カフェというコンセプトにのっとって、今日は零々倍目の放送と表現していた。東海ラジオが2020年10月改編で、 ランチタイムから夕方帯の生アイド番組を一新することに伴って同年9月25日で放送を終了。源の医師は翌週から平日の夕方に放送される現医師和樹引き出しのパーソナリティへ移動している。毎週金曜日の昼カフェはちょっとプレミアムの触れ込みの元、主に下記の人物が週替わりで出演する。 昼カフェスペシャル2018年2月12日から3月9日の間、源医師は、夫人との間に生まれた第二子の育児休暇を取得したため番組を休演。この期間は、昼カフェスペシャルとして、東海ラジオの各番組でパーソナリティを務めるアナウンサータレント20名が日替わりで出演する措置を取った。なお、和出演当時東海ラジオアナウンサーは、 東海ラジオアナウンサー OBOG を表す。2020年2月24日から2月28日の間、源医師が冬季休暇のため番組を休演。以下のパーソナリティが大演。昼カフェ夏休みスペシャル2018年8月27日から8月31日の間、源医師が夏季休暇のため番組を休演。前日の昼カフェスペシャルと同様に、 東海ラジオの各番組でパーソナリティを務めるタレントより大演者を募り抽選の結果以下の5人が大演した2019年8月26日から8月30日の間源石が夏季休暇のため番組を休演以下のパーソナリティが大演昼カフェテーマが杉鉄アルバムに東海ラジオ放送 2019年6月5日2019年6月23日閲覧金曜レギュラーの杉浦哲郎が作曲番組開始当初から使用されていたがタイトルはついていなかった杉哲の結成15周年記念アルバムに収録されるのを機に名前を公募2017年秋からの番組情報源伊沢明昼カフェ東海ラジオ2017年9月5日閲覧 2020年東海ラジオ秋の新番組1.3087杯目、嵐、マイナス元伊沢明昼、カフェ2018年1月30日2018年2月4日、閲覧1.3188杯目、源の石や第二子誕生マイナス元伊沢明昼、カフェ2018年1月31日11.19294杯目、大田大沢広紀対面、 伊沢明昼、カフェ2019年11月19日11.20295杯目、大田大沢広紀体験、伊沢明昼、カフェ2019年11月20日11.21296杯目、大田村上和弘アナウンサー、体験、伊沢明昼、カフェ2019年11月21日父を、送る現課列専務者証言、 伊沢明2018年11月23日、源の医師は家族サポート休暇と故障。東海ラジオ昼番組の男性アナ、1ヶ月お休み、妻が出産。朝日新聞デジタル、https www.a.safi.com art、articles。 ASL14JQXL10 オイペル H5HTML 原子の2018年2月4日のツイート代打20人が30分トークマイナスゲ伊沢明昼、カフェ2018年1月31日2018年2月4日、閲覧東海ラジオ、原ン石和樹昼、カフェツイートツイッター2020年2月23日昼カフェ夏休み SP マイナスゲ伊沢明昼、 カフェ2018年8月24日、東海ラジオ、現石和木昼、カフェツイートツイッター2019年8月19日、日替わりラジオこれから時代は12時10分12時20分に放送していた。ありがとうございます。